はい、皆さんこんにちは、チェでございます。三国志13ですね、英傑伝。前回すみませんでした。すみませんでしたね。お不甲斐ない結果でやり直しになっちゃいました。私はいつになったら総評さんでできるんだろうね。いやあ、でももうこの英傑伝の途中にね、並走して始めるかもしれませんね。いや、多分そうなるわと思うんですけど、ただ今ね、どれがさ、他のね、他の実況どれが先終わるかなっていうところで悩んでるところですかね。はい、義務教育いきますよ。すいませんけど。情けない。もう今回は飛ばしますよ、もう。トータクシス事実上の当社を失った中堅は混乱に陥り、選挙は混迷の一途をたどる。覇を競う軍友はことて人材を求めた。それは他を圧する優を持つ猛者であり、気力に優れた父親であった。半島卓連合の崩壊後、地流にも、地流にて天界の道を模索する曹操をまた、そんな人材を求める一人、そしては曹操の門を一人の人材が叩く。もうカンカンと行きますよ。順位区か、名門順家の者が何故は運を叩こうと思ったのか。落ち着くところに落ち着いたまでです。我が望みを果たせる主君であれば、誰の運を叩くことも願いといませぬ。主君を見極めたいと申すか。申し訳ございません。ご無礼お礼しない。構わん。はい、よかれ許す。だが清志英雄では、その後の言う望みを果たせるものと見たのか。はい。いや、はっきり言いきますね。そして英雄よりはるかに力のことこの層もうとこには果たせると。たやすいことです。恐れながら人物内には自信がございます。ああ、むしろ男たち感を得るそう思うぞ。もうそう思うとこ見極めよう。魅力を尽くします。というわけで。ああ、仕官する以上は最後示してもらう。そなたの際で何か進言してみせよ。提案いたします。はい、では提案いたします。これ、駅州って読むんですね。駅州平定が食べよう。ありがとうございます。まずは、出入り用でいいのかな。もう、太鼓理試練でも自信がないって。太鼓理試練より簡単だって言ってたんですけど、ちょっと自信がなくなってきましたよ。試合が残りといかがでしょうか。面白いな。あ、なぜ出入り用である。駅州平定を図るならば優先すべきは国用の国山族討伐では。ネイリオは、人類にとって平坦の用地。これを抑えれば国産族討伐に際して兵たちの士気も上がりましょう。無駄にしてはいけませんね。また先を見据えれば、勝敗攻略の、なんだこれ、前も言ってたね。京都坊京都、なんだ、わかんねえや。先、エセント出たか。面白いではないか。よし。よし、その提案採用する。まずは、ネイリオを支配下に収めと。もう我慢飛ばせばよかったかもな。飛ばしていいよね、これね。もうガツッといきますよ、もう。いいよね。一応読んどっか。ちょっと私が自信ないんでね。集落が従属されると支配している都市の種類において様々な恩恵。あ、読んだね。あ、読んだね。読んだね。あ、いや、いや、行きましょう。あ、でもダメだわ。あ、これ私もう忘れてるわ。従属率 100%、移動説得を行い。はい。ということですね。じゃあね、私はまだ何もできないんで、まあ、とりあえず、聖地行きますか。あ、何か提案しましょうかと。計略、集落、怪獣。ちょっと待って。臨機応変。課題あった。これだね。計略、怪獣シート。あ。ここだ。あれ？これじゃないでしょ？ああ、よかった。こっちだね。これは、あたし、うわ、かっかさんいいね。私で行っちゃおうか。私は行きましょう。提案いたします。はい。ネイロは右を通すことはできません。あの集落を開示しましょう。はい。順位クリックとは最もださすが取り替わってくれと。はい。新規が28になりましたね。じゃあ、早速行きましょう。もうね、早速行きますよ。はい、どう。はい、4日ね。行きますよ。もう、こんなにね、日にちがないとは思いませんでしたね。よいしょ。はい、この交渉20日かかるのか。なんとしても。あ、飛ばしますよ。ただね、私ちょっと今個人でね、いろいろやってるんですけど、もうね、このね、速度の速いのができなくなりました。できるんですけど、やったら私がついていけなくなりましたね。なってます今ね。順位分析に燃、ね、料の総軍への従属率が100になりました。ちょっと待ってね。はい。ここは本当に音量でいいのかい？読み方。お、よかった、音量だ。よかったね。はい。じゃあ行きますよ。じゃあ帰りましょう。向かいます。はい。失礼いたします。はい、音量の支配おめでとうございます。当然かのような口ぶりだな。たやすいことです。曹操様のお力を持ってすれば成功は疑いようもないこと。では次の国産族討伐、そうか。必ずや。
良き戦果を、そのための音色を制圧でございますれば、今夜しもなとも次の目標は牧羊だ、国産族が追い散らしてくれると。これどうしよう、相談即決か。なるほど、炎症とは違うわけだ。炎症さん鈍いんですよね。順に行くよ。はそう猛徳の言葉に一片の迷いもないぞ。はい、さあ、国産族を撃破して牧羊を目指しましょうと。牧羊はね、ここだっか、これ今日だね。あれれれれれれ、牧羊どこだっけ。あ、これ死にようか。ごめんなさいね。課題。落葉だね。牧羊とこっちの方だったかな。あ、これだね。長編さんの牧羊を取るために、なんちゃら、ごめんなさいね。牧羊制圧仕様なので、17,300だし16,100ですけど、もうね、いっちゃいます。これいっちゃいましょう。出陣、お金がなくなっちゃうんでね。出陣しましょう。で、賃流からね。で、でもこれ上げるためにはこれ取った方がいいんだろうけど、どうしようかな。どうしようかな。そうだね、これ取る方が絶対いいよね。ちょっと待ってね。ちょっとだけね、ちょっとだけ。そうか。いろいろ教えてもらいますよ。出兵っていうのをすると、目的地を設定して出していくというね。私まだ決めれないのか。これね。出陣元を選択。でね、これね、もうね、ここに人材多すぎるんでね。誰でもいい人。長幕さんなんかいいね。長幕さん、あんた一人で。直出戦。行ってらっしゃい。で、今度ね、出陣ね。敵を相当いたす。はい。で、次、ここ行きましょう。提案いたします。はい。いいぞ。ちょっとね、お金というか、底上げしたい気が。しまった、ごめんなさい、ここだ。で、編成ね、ここも一人でいいですよね。守礼さんなんかいいね。よいしょ、はい、どうぞ。はい、行ってらっしゃい。で、私はじゃあどうするのと。もう私ね、とりあえずすることないんで、これから収まるのを待ちましょうか。はっ、必ずや戦果をこの手にくださいと。なんだこれ、要求制圧を開始する、ほんとかい。開封を制圧する、この主文博お、あざな、そんな感じなんだね。はい、人類自称が高め大昇格が掲示されました。これちなみに読み方なんだろうね。要求で合ってるわ。こっちは開封だよね。で、立って送りましょう。ひらめいた。賃料調査しようと思うが、12分間でどうだろう。敵人がいます。調査ね。閣下殿、正面ではどうもないことでしょう。はい、あんたどう思います。生産は順調になりましょうと。私今あれなんだね。軍師なんだね。閣下さん選ぼうがいいような気もせんでもないんですけど、容器を制圧したとみんなもよくやったぞと、解放制圧したとよくやったぞと。さあね、じゃあこれは、あなたたち、帰ってきなさいと。いや、帰ってきなさいと、解散だね。そうだね、こっちまで取った方がいいのかな。いや、でもそんなに正直ね、もう待てないのね。関東空いてるわ。あら。司令さんをね、進軍させましょう。しまった。ここ忘れてたね。僕を抑えるんだから、ここ全部抑えないと。かしこまった。しまったね。ちょっと待ってね。今度は、じゃあね、白馬を出兵しましょう。申し上げたき。いいぞ。いやー、忘れてました。ちょっとね、また日にし浪費しちゃうよ。はい。そうです、行ってらっしゃい。始めるか。はい、どうぞ。はっ、吉報をお待ちあれ。お、ちょっと待って。敵人がいます。賛成または反対、調査ね。賛成。はい、はいはい。ちょっと待ってね。なんか来てるんですけど。長員さん来てるのね。いや、あなたはね、解散しましょう。はい。かしこまった。水軍ではやりたくないなぁ。関東の制圧を開始するものかも進めんと。長円勢が、新竜近郊の白馬港の制圧を開始したようですか。これは参ったなぁ。ちょっとこれあれでしょ。
まあ、いっちゃおうか。いや、後にしようか。これね。よし、関東制圧するものもよくやったぞと。え、チュニアちょっと果たして身を結ぶだろうか。敵人がいます。あ、そうそうさん。まあいいでしょう。いや、もう攻めようと思ってるんですけどね。超エンデが陳竜銀から白馬を制圧したようです。今こっちが1100しかないんですよね。さあ、もう私水分尺ないんですよね、実はね。はい、ここで終わったので、守衛さんは解散しましょう。お任せを。あと、金の収支が怖い。で、機関兵が戦で、あ、いけますね。さあ、はい、どん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 起こりましょう。で、あ、もうなくなったので、よし、じゃあ行きましょう。もう一気にガツンと行っちゃいましょう。申し上げた義がございます。白馬校制圧のために出陣者はいかがでしょうか。いいぞ。純育の弦、もっともだ。弦でいいね。いいね、多分ね。で、出兵元。で、編成しましょう。首相一括でしましょうね。南部隊。1万6000でしょう。でね、教えていただいたんですけど、これチュートリアルなんで、もう味方置いていかなくていいみたい。攻めてくることはほとんどなさそうな感じなんで、1万6000を4で割ると1人4000。4000。4部隊4000ずつ。そうだね、5部隊だったら3000になっちゃうけど、総工さんだから、だから武力低いもんね。よし、これ行こう。で、兵力最大でなくて、兵力一括で4000にしましょう。総兵力1万6000。そうですね。我が軍はそこまでしかいないので、艦船、あ、猛将あるのね。艦船一括では猛将選んじゃいましょう。前回ね、総下で行っちゃったんで、兵器一括って、あ、兵器できるんだわ。私はね、勝者よりも運転がいいかな。お金がない。あ、まかかになっちゃった。あ、じゃあ兵器をやめときましょう。なしね。ということは、もう、艦船もやめてた方がいい。いや、艦船は、増加になっちゃうのか。お金がないもんで。いや、お金使えないわ、これ。曹操先生は、騎兵で行きましょう。で、あ、弓兵か。弓がいつなのね。あ、そうだ、加工園さんだもんね。加工トンさんは、じゃあ騎兵にしましょうか。宗人さん、あなたは、一人ぐらい槍兵が欲しいよね。槍にしましょう。で、ここね、どっかんどっか組んできますよ。知力は宗人さんいっぱいあるんで、あらまあ、リキンさんと誰にしようかな。リキンさんでいこうか。やっぱこれ3人にした方がね、途中のチュートリアルで頭一人でほとんど決まりますってみたいなこと書いてたんですけど、やっぱこれ三人にした方がここの総合力上がるんですよね。任せよ。で、だもんでね、もうね、なるべくたくさん持ってきますよ。もう上からどんどんいっちゃいましょう。始めるか。カコートンさん。あ、ちょっと頭足んないか。始めるか。あ、しまった。ごめんなさい。宗人さん、ちょっと。やめだ。カッカさん。隠さないでくださいね。あら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 、違うわ、これ。これね、ちょっといっぺん落としまして、閣下さんをね、頭にしちゃいます。始めるぞ。軍師ね。で、宗人さん、宗光さん。あ、宗光さんより宗光さんの方がいいのかい？ちょっとややこしいこと言ったけど。あ、でも武力はこっちの宗光さんだよね。何が高いんだろう。あ、知力か。知力はいいような気するね。あ、ティーンさんいたわ。忘れてた。あ、私はね、行きませんね。あ、待てよ。私行かないと。私行かないと私操作できないんだよね。あ、でも水駒操作したくないな。あ、まあいいや。始めるぞ。この場合だと、カコートンさん、副将でもこれできるのかな？一応私入れましょうか。
副将だもん。では始めましょう。副将。あれ、ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。私今怪獣出てたよね。怪獣の報告してないのか。え、ちょっとごめんなさいね。ごめんなさいね。報告してないわ。ごめんなさい。はい、さすが準備が完璧なんだ。はい。さあ、あ、またやり直しだね。じゃあ、こっちにね、とりあえず、出兵で。申し上げたき義が。いいぞ。ちょっとね、で、出陣もと、首相一括で、曹操さん行きましょう。で、格好員さん、格好トンさん。で、あたしじゃなくて、閣下さんね。ジンクさんね、王座があったでしょ？王座があってよかったんですけど、私はちょっとね、閣下さんを選びたいです。あー、水軍だったらどうなのかわかんないけど。で、そうだね。曹操さんもすでに頭がいいんで、任せよ。私はカポートンさんに入りましょうか。始めるか。で、革新さん。私ね。では始めましょう。試していかないとね、操作できないかも。私、副将でいいのかどうかもわかんないんですけど、ちょっと試してみましょう。ものは試してね。あ、店員さんがいた。はい、これでいきましょう。で、兵力はね、さっきの通り、最大じゃないよ。あ、最大でいっちゃった。あ、でもいいのかな？最大でもいいか。あ、そっか。もうお金がないんで。うん。陛下はね、騎兵で行きましょうか。で、弓。で、あ、そうだ、ね。え、ちょっと待って。あら、私戦闘にいるじゃない。ちょっと待って。ちょっと待って。いつの間に私戦闘行ったんだ。カコートンさん、学士、カコートさん、学士さん。私だよね。ああ、私、戦闘行っちゃうんだね。私、戦闘行っちゃうのか。これ、外すと？外せば強いんだよね。私いないと、私いないとあれだよね。わかりました。了解しました。じゃあ、ね、始めるか。で、兵器一括。兵力最大。これをね、兵力をね、4000で行きましょう。で、第5部隊に私入れましょう。これはこの感じで。では始めましょう。ここに、そうこさん、そうじゅうさん連れて行きましょうか。それで行きましょうかね。では始めましょう。何がいいかな。あ、弓がいいんだね。で、私、線もいらないと思うんだけど、まあ、線で行きましょうか。これで行きましょうかね。というわけでね、ちょうど行くところでお時間良くなりましたので、この辺で終わっておきたいと思います。3号室13、終わっておきます。どうもありがとうございました。